キャンベルの法則は、どのような定量的な社会指標も、社会的意思決定に用いられると、その分だけ、劣化圧力を受けやすくなり、追跡対象としていた社会的プロセスが歪められ、劣化する傾向が強まるという法則で、調査方法論について、しばしば論文を表した、心理学者、社会科学者のドナルド・ T ・キャンベルによって規定された。 同様の趣旨でキャンベルは次のようにも記している。学習到達度試験は標準的な教育により一般的な能力の達成を目標とするという条件のもとでなら一般的な学習到達度の指標として有意義である可能性が高い。しかし試験結果そのものが教育の目標になると教育レベルの指標としての意義を失い好ましくない形で教育過程を劣化させる。 キャンベルの法則は、コブラ効果の一例と見ることもできる。このキャンベルの法則という社会科学的原理は、時にアメリカの学校教育において、成績が重要参考資料とされる試験により、マイナスの成果がもたらされることを指摘する際に、用いられる。具体的には、試験対策に特化した教育や、カンニングの横行という形態を取り得る。その一例が、ラーニング、 ディスアドバンテージギャップという文書で指摘されているザハイ・ステークスエデュケーションルールである。この法則と密接に関連した考え方はグッドハートの法則やルーカス批判など別の法則の名でも知られている。グッドハートの法則とは測定が目標になるとその測定は適切な目標でなくなるというものであり具体例はコブラ効果などが キャンベルの法則と同様に挙げられる場合も多い。また、キャンベルの法則に関連する、さらに別の概念が2006年に発表されており、これは、イギリスの研究者、レベッカ・ボデント・デビー・エプスタインが、トニー・ブレア首相により、積極的に活用された証拠に基づく、政策形成を分析したもので、論文中でボデント・エプスタインは、政府が、 情報生成プロセスを把握し管理しようとするあまり、この種の調査が政策に基づく証拠形成と言われても仕方ないほどにまでなるために、政策の基礎を証拠に求めようとする政府が実際には改ざんデータを生むことになってしまう実態について説明している。実績評価をよく見せようとして、政策決定を歪めるときは、しばしば目標内容が行われ、その評価指標が 真の実績を実際以上に正確に評価していると思い込むようになる。キャンベルの法則ではより肯定的だが込み入った主張が見られる。新展度の測定には定量的指標と定性的指標を共に活用することが重要である。しかし評価のために定量的データを利用するとこれら指標を歪め操作することにつながりうる。情報改変や 情報操作を減らすための確固とした手法が採用されなければならない。キャンベルはアセッシングザインパクトオブプランドソーシャルチェンジという論文で定量的な社会指標を社会的意思決定に用いることが増えると劣化圧力を受けやすくなり追跡対象としていた社会的プロセスが歪められ損なわれる傾向があると強調している。キャンベルの法則はノーチャイルドレフトビハインドや ベース2ザトップが教育を損なう可能性があることを理解する助けとなる。ありがとうございます。